久保さん、生かすも殺すのも自分次第ですかね。いやー、ちょっとね、明日からちょっとプレゼント配布するんですけど、今1万文字アンケートを10人超えましたね。今1万文字アンケート12人1万文字書いてますね。<laughs> 今日締め切りなんで、もうちょっと伸びるかもしれないですね。ちょっと意外でしたね。結構ね、1万文字は結構ヘビーなんで、そんな5人ぐらいかなと思ったんですよね、いても。 まあ倍以上来てるんで結構やってきて終わったなと思いますねそあそうそうでなんだあーそう今回の,その1万文字のアンケートの題材が違いをもたらす違いの正体ですね違いをもたらす違いの正体これ久保さんにアンケートですかね <laughs> 違いをもたらす違いの正体は何なのかっていうね それは僕あの、今、その、ポータルサイト、提供するポータルサイトをちょっと書いてたんですけど、ま、あそこにちょっと書いたんで、ま、それは僕は秘密にしときましょう <laughs>。僕は秘密で。ま、久保さんの見解、久保さん秘密にする必要がないと思うんで、秘密の、あの、違いをもたらすち。でもこれね、億万長者合宿のどっかでなんか言ってましたよね。多分。多分どっかで言ってたと思うんですけど。そう。ま、ゲソ同じことでもいいんじゃないですか。忘れるんでみんな。 うん、多分ね、このやり取りって、久保さんとのやり取りって、同じテーマ、題材のこと、ハードコーダー多分結構言ってると思うし、け結論、一言で言うならば、やりましょうを、やりましょうだけなんですよ、一言で言うと、やりましょうを一言で終わらないために、まあ、4000本ぐらい今、撮ってるんですけど、<laughs> ね、<laughs> やればいいだけじゃないですか、そんなの。まあ、それだったら、もう動画1本で終わりますよね。 成功する方法は何ですかえやることです。終了みたいな。やれないから困ってるんじゃないですかとかね。いろいろあると思うんですけど。まあ、やるだけですね。まあ、一つ、まあ、事実を言うならば、まあ、久保さんともこの前、その、本当に、車で対談しましたけど、<laughs> 久保さん単純にやってきただけなんですよね。まあ、僕もそうですけど、まあ、熟成さんも、なんだ、1億稼げるようになった人たちも、ね、まあ、僕もね、 さすがに1億プレイヤー出るとは思わなかったっすよね。塾開校して。<laughs> 一応ね、月収100万っていうところに落としてるので、1億、だって1億だと10年ぐらいかかりますよ。月収100万コンスタントに稼いでたとしても、年間 1000, 1000万ぐらいじゃないですか。んか約まあ10年ぐらいかかるわけじゃないですか。うん。だから、もうね、1億プレイヤー出てますから。うーん。 だまあ5年ぐらいですかその方は。まああと、女性の方で1人1年で1億いった人もいるんですけど。<laughs> いや、何があるかわかんないですね。でもそういうその結構な金額の売り上げ出した人たち熟成も結局やってるんで。うん、だまあなんかやらずして成功する方法があるのかなっていうところですよね。なんか会社作んないのに上場させるとかあり得ます まあ人にやらせるっていう方法あるんですけど、うーん、なんかその、会社作ってないのにその会社が上場するという概念はあるのかと、いや、そもそも会社っていう名前があって、登記されていて、それが上場するかしないか株な話で、そもそも会社の名前がないのに上場する、ありえないですよね。どういうことって話ですよね。 <laughs> なんかあの <laughs>、あの、東証一部のね、あの、なんか出てるやつで、会社名無名みたいなね <laughs>。無名みたいなそう。無名の会社に誰が、誰が株買うねんって話ですよね <laughs>。なん結局その、じゃその上場した会社も、会社作ったんじゃないですか、誰かがね。そうなんか、うん、なんかシンプルに、なんだろうな、松下幸之助さんの雨が降ったら傘を差すってありますけど、うん、なんかまあ、 一つの事実しかないんですよね。うん。なんかその、法則というか、うん、原理原則っていうのがあるので、うーん。なんか歩かなければ歩けないみたいな。<laughs> これ松下幸之助風に言うならば、歩かなければ歩けないっていうね。<laughs> そうじゃないですか。歩いてないんだから歩けないですよねっていう。 歩けば歩けるんですよ。話せば話せるし。そう。うん。だからなんか、まあ、普遍の法則っていうのがあって、まあ、ビジネスで言うならば、客数客単ですよね。客数×客単でセールスして売れたのが売上ですから <laughs>。それ以外の法則はないですよ。うん。逆にあんのかなっていうないですよね。 だからまあビジネスやるんだったらどれぐらい集客したのかどれぐらいの客単あの単価の商品扱ってるのかどれぐらいのコンバージョンで制約したのか売れたのかそ,それだけですから単純にうんじゃあそのそれをできるようにするために今日何やったっていうそれが事実だし今日何もやってないんだったら何も始まらないし <laughs> うん 単純に今日の違い、まあち、違いがある正体、今日の違い、どれぐらい違い作ったんですかっていうね。久保さんね。まあ、千里の道も一歩っていう話ですけど、今日何歩歩いたんですかっていう。<laughs> ね。何歩歩いたんですかそれを何年続けたんですかっていう違いがもう,あもう出るじゃないですか。どう考えても。でも歩くの嫌だからバイクで行くっていう方法もあるだろうし、飛行機で行くっていうの方法もありますけど、まあ、いずれにせよ目的地に到達したいんだったら何かしら変化しないといけないんで、 うん、そう前ね、レベゼン地球さんがね、すげえ面白い話してて、まあ確かにその歩いていくとかね、一生懸命頑張ってやるっていうのは、すげえ大事なことだと思うけども、まあじゃあ A さんがいて、A さんがいて、じゃあ A さん一生懸命ね、目的地に向かってあのあい走ってます。まあ歩いてます。だけど、B さんはね、そう歩くよりもっとなんかねえかっつってね、 なんかバイクを探してきて、バイクでね、バイクでね、バイクでで、最初はもうめちゃめちゃ距離離れてたんだけど、距離離れてたんだけど、バイあじゃあね、みたいな。結局あの、バイク勝つみたいなね。あ面白いなと思ったんですけど、まあ、確かになと。千、ま、里、あの道も一歩だけどいや、バイク使っちゃったら早いよね、みたいな。だこれをネットに置き換えるならば、そのなんだバイクがネットですよ。<laughs> バイクがネット。で、リアルな仕事が、 一歩みたいな感じです、ね、うんまあ確かにね、ネットで稼ぐのに、ちょっとね、なんかその、時間かかるかもしれないけども、まあ稼げるようになったらブーンですから、ブーンみたいな。うん。なん久保さんもね、一回その僕がびっくりしたのが、あの、セールスビデオ3000回回すっていうね。<laughs> あの、この動画にはセールスが含まれてますみたいなカスタムサムネイルでね。いや、あれ三千回0あれ3000回回してね、 まあ、そっか塾、相当一1億ですか <laughs> ?1 ヶ月で1億っていう <laughs>。うん。でも、それ、会社で給料もらうことやってたら、それは、まあ、マジ無理ですよ。まあ、もちろん、その、たった1本のセールスビデオでね、3000回回して、そっか塾1億売れとかは、すぐにはできないけども、でも、できるようになったら、バイクなんですよね。ピンみたいな感じで。だけど、そこまで時間は費やしてるけどね。うん。 僕はね、ネットをやった方がいいと思いますけど、てかネットしかないと思ってるんで、ネットはバイクにもなるし、飛行機にもなるし、車にもなるし、<laughs> うん、ただまあちょっと時間かかる部分はありますけども、でもそれは、なんだ、よく久保さんが言いますけど、人生買い取れるというか、うんまあ、40まで全然その、なんだ、何やってもあんま微妙だったけども、 マージャン店の多さでなんか、まあ唯一の気分バらしっつったキャバクラで金使ってまた借金使うみたいなね <laughs>。まあそれぐらいの人生だったけど、全部借り,借り取ってしまったっていうね。だからネット選んでなかったら久保さん借り取ってないですよ、それは。うん。まあ僕もそうですけどね。ネットやってなかったら今ないですもん、自由な生活は。だから本当良かったなと思いますね。 だ地道にコツコツ、まあ、会社でね、こう働くっていうことも、別に悪いことではないと思うんですよ。でも悪いことではないんだけども、目の前にインターネットっていう便利なものがあって、このデバイスもね、こんなの出てきたわけじゃないですか。これ20年前こんなんなかったガラケーしかなかったし、こんな便利なのもあるし、だからバイクあるやんと、飛行機あるやんと、車あるよと。<laughs> まあそれを乗りこなすにはちょっと時間かかるけども、 乗りこなしてしまえば一瞬だよみたいな。もうあくーみたいなね。うん。だからまあ、あの、やる価値は僕は人生買い取れますから。いや僕もね、30代で間に合ってよかったな。髪の毛は間に合わなかったですけど、間に合ってもうどんどん薄くなってますけど。<laughs> でも本当30代で、まあ、久保さん40からですけど、僕は30代で一応自由,自由になれたんで、間に合ってよかったなって本当すげえ思いますね。 これだって70になって10になってもね何もあんまできないですよ80になってもね80になって10になってもね何するっていう <laughs> やっぱ体まあまあ動けるときに自由にならないとこれね本当あれっすよ <laughs> しかもねあのー、今給料は上がってないのに全部物価まあロシアももうあれじゃないですか経済制裁もなんだあのー 銀行行やつも全部もういいきましたよね。最初はそのどうなんだみたいなところだけども、まあ、リスク負ってでもその制裁みたいな感じでその銀行の取引ができないようにしたみたいなニュース流れてましたけどもう多分ん、まあ、小麦だったかななんかロシア小麦結構でかいらしいんですけどそれも多分なくなってくるんでめっちゃぶ、まあ、石油もね、まあ、また上がる多分ね廃屋200円になりそうですねこの調子だと。 多分ね、もう、廃屋200円ですね。多分、もう、もはや。久保さんどう思います廃屋200円なりませんあの、ロシアのあれで。多分200円ぐらいになると思いますよ。うん。な、どんどん物価上がるのに給料上がってなかったらこれ死ぬよと。<laughs> 死にますけど大丈夫ですかみたいな。うん。やっぱ自分で稼ぐっていうことはやってこないと、うーん。いつやるの今でしょっていうね。今やらないんだったらもう死,死しかないぞと。 でも目の前にはあるんですよ。久保さんの動画見てるんだったらやればいいじゃないですか。<laughs> ね、<laughs> 僕、久保さんに乗っかればいいと思うんですよ。久保さんって,って毎日ライブやってんだから、なんか久保さん,の,なんかそのライブで番宣しまくればいいじゃないですか。万 <laughs> 全<番宣>。<laughs> 今度新商品作りましたみたいなね。今度プレゼントみたいなね。そう。<laughs> 多分久保さんなら許してくれると思うんで。あ、俺も昔こんなことやってたな、みたいなね。 集客できないんだったら、一応久保さんちょっと集客できてるんで、もう毎回、こう、万千すればいいじゃないですか。<laughs> もう久保さんもやってましたからそ、それ、ね。久保さんはそんな心が狭い人間じゃないと思うんで、自分がやってたのに人にやられたら、ね、やめろみたいな、俺の、俺の、俺のライブで万千するなみたいな、多分、多分ないと思うんで、だって自分やってたからね、相当。 ももういいじゃないですか。番宣できますよ、ライブで。毎日久保さんライブやってんだから。<laughs> うん、から僕もちょいちょいこれ番宣してますからねあの。プレゼントの話とかも。そうまあ、久保さんは久保さんでもまあ番宣してるし、お互いお互い様なんで、お互いに番宣してるっていうね。<laughs> そう久保さんの場合は、もう即下塾の久保ですっていうのね、毎回入れてるんで。 まあ、久保さんの違いをもたらす違いの正体ですね。また違う切り口で待ってます。では。